コッパイタリア2018の2019は2018年7月28日から2019年5月15日の期間に開催される通算71回目のコッパイタリアである前年に引き続き TIM がスポンサーを務めるため TIM カップとして開催される SS ラツヨが7度目の優勝を果たした以下の78クラブが参加する日程は以下の通り このラウンドからは、セリエ C の27クラブ、セリエ D の9クラブの合計36クラブが参加する。チーム名横の括弧内の数字は2018から19シーズンの所属ディビジョンを表す。試合時間はいずれも現地時間。それ以外はセット。このラウンドからは、セリエ B の全19クラブ、セリエ C の3クラブが参加する。このラウンドからは、 セリエ A の前年の9位から17位、昇格チームの12チームが参加する。ウディネーゼ V、ベネベント、ジェノア V、レッチェキエーボ V、ペスカーラスペツヤ V、スポール、カターニア V、エラス、ベローナ、ブレシア V、ノバーラカリアリ V、パレルモエンポリ V、チッタデラ、クロジノーネ V、ズユートティロール、リボルノ V、クロトーネ、パルマ V、ピササンプドリア V、ビテルベーゼ、カストレンセサスオーロ V、テルナーガビルトスエンテラ V、 サレルニターナトリノブイパレルモボローニャブイパドバベネベント、ブイチッタデッラボローニャブイ、クロトーネサンプドリアブイスポールノバーラブイピサ、サスオーロブイカターニアキエーボブイカリアリジェノアブイ、ビルトスエンテラトリノブイズユートティロール。このラウンドからは、セリエ A の前年の1位から8位チームの8チームが、参加する。ラツヨブイノバーラサンプドリアブイミランボローニャブイ。 ユベントストリノ V フィオレンティーナインテル V ベネベント、ナポリ V サスオオロカリアリ V アタランタローマ V、ビルトゥスエンテルラ、ミラン V ナポリフィオレンティーナ V ローマアタランタ V、ユベントスインテル V ラチオ第1戦フィオレンティーナ V アタランタミラン V ラチオ、第2戦、アタランタ V フィオレンティーナラチオ V ミランアタランタ V ラチオ。ありがとうございます。